え今回の YouTube チャンネル紹介は懐かしいジュースの自動販売機ですね。これご覧いただいてすごく懐かしくないです一番左にあるジュースってのは今でも飲むことができると思いますけども、コカ・コーラライトとかね、あのファンタオレンジ、それからファンタってのグレープもありましたよね。さらにはメローイエローね、アンバサ。 カルピスと変わないんねえじゃねえか、みたいな感じがします。それからアクエリアスのこのジュース感。いや、懐かしいですね。カボスって何ですかそれからミルクティーっていうのもありますね。アップトンっていうブランドですかリプトンですね、これね。あ、リプトン今でもありますね。それからカフェオーリにジョージア。今飲めるジュースってあるんですかねこれね。 あのー、昨今はね、自動販売機の自動販売機、自動販売機の中に入っているジュースも、売れ筋だけに絞り切られているような気がするんですよ。それから案外持ちやすいのが、この 250cc の缶、縦長の缶ですよね。私、小学生の頃から飲んでましたけども、今ペットボトルになって、蓋が閉められるようになったりとかね、便利なんですけども、ちょっと今日は懐かしい YouTube チャンネルを紹介してみました。昭和懐かしい飲み物、あの、 コロナ味覚えてますかっていうものですけどもね。えー、ちょっと再生を広げてみると、あ、スコールってのありましたね。確かね。これ概要欄に URL つけておきますから、懐かしい方見てください。あ、これ。ポッカコーヒー。時藤三郎さんが CM やってなかったですかね。それから柴田京平さんとかね。あ、これカプリソーネだ。これ私が小学生の頃に出てたと思います。冷凍しても美味しいみたいな、今で言うとウィダーデンゼリーみたいな感じじゃないですか。 スポエネね。スポーツエネルギー。これは杉山清隆さんの CM で知った方も多いんじゃないかなと思いますし、私も高校生の頃飲んでたような気がしますね。あ、カール・ルイス。これなんだろう。それから、なんとかキッスね。へえ。ー。懐かしい。これ何 ?100 円避暑地マリンクラブっていうのがあるんだ。ウィスパー。なんだこりゃ。え これ知らない知らない、えー。自動販売機自体も縦長でね、なんかこう、味がありますよね。今は本当に決まりきった自動販売機しかなくって、非常に残念ですけどもね。色い々ろいろ懐かしいですね。それからこのチャンネルもなかなかいいですよ。懐かしむんっていうチャンネルですね。これも URL つけときます、下の方に。これはね、 イラストで懐かしいジュースとか自動販売機を紹介してくれてるんですよ。完全イラストです。昔はこういう駄菓子屋みたいなところに自動販売機とかありましたよね。これこれ。懐かしいでしょこの形。で、ファンタとかね。ファンタグレープとかね。ハイシーってありましたね、これね。果汁30%。<laughs> あーあ、トマト味なんてあったんだ、ハイシー。知らない。 えそれからまあコカ・コーラね。はい。いやーでもほんと、何もかも懐かしいってやつですよ。もう一個いきましょうか。これ。これね。小粒、あったあった。粒々が入ってるんですよね、これね。あー、アンバサー。何の CM だ、これ。メロイエローね。これ見たことありますね。誰だったかな。 うん、あ、車もなんか、当時っぽいですね。はい。桃。ウエスト。ああ、こういう環境費あったあった。うーん、セブンアップね。メッツ。あったですね。これもね。ゲータレードね。ビートたけしが、ジョルトっていうコーラの CM やってましたね。懐かしすぎるよ。うん。今回は URL を3つ付けておきましょうか。それじゃあ。